こんにちは、海蔵です。ボットを作るにあたって JPEG のイラストをイラストレーターで書き起こしました。なのでレイヤー分けを細かく細かくしていますが、このボットは最初のボット、海蔵ボットの1号なので、まだまだレイヤー分けは不十分なところもあるんですけれども、イラストのレイヤー分けなんですけれども、最初から自分でレイヤー目つけてやっていくよりはテンプレートをダウンロードして上書きしていくのが一番いいと思います。キャラクターアニメーターを開いて、上のバーのところに開始っていう項目があります。チュートリアルとかテンプレートがあります。最初から人間手とか足とかあるのは難しいかな、顔だけ最初に試してみたいなっていう場合は、例えばこの左のうつろな顔のカッコ、フォトショップイラストレーターってあります。フォトショップをクリックするとフォトショップデータが開きます。レイヤーのところにどのようにレイヤー分けされているかっていうのも見れますし、このレイヤーを自分のデータに書き換えていくと間違いないと思います。このように動きますね。テンプレートなんでちゃんと動いてくれます。ぜひ参考にしていただきたいのが口ですね。口たくさん種類が必要になってきます。マウスっていうフォルダの中にナチュラル、スマイル、サプライズ、 AADEFLMO、 こんなように口の動きは音に合わせて反応するようになっています。そのためにこういう口の種類を用意する必要があります。どんな口を作ればいいかっていうと、こういう口を参考にしてください。 A はこういう口、 D はこう歯を閉じてる感じ、 E は少し開けて口を広げる感じとか参考にしてみてください。うつろな顔はフォトショップなんですけども、もう一回、開始に戻ってイラストレーターもあります。私が作ってるのはイラストレーターなんで、イラストレーターでレイヤー分けしていく方法をお話しするんですけども、うつろな顔の横のクロエさんのイラストレーターのファイルを別名保存して自分のパソコンに入れて参考にしながら作ってみました。最初レイヤーに上書きすればよかったんですけど、最初にイラストを作ってしまったので、イラストを作る前にクロエさんをパソコンに入れてから作業する方がいいかなと思います。ペンツールとか線の連結とかイラストレーターの使い方の参考にもなると思うので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。以前書いたアバターがありまして、そのデータが PNG、JPEG なので、イラストレーターでパーツごとに起こしていこうと思います。下絵の画像を配置します。配置するには Shift、コマンド、P、 PNG データを配置しました。下絵のレイヤーには下絵という名前をつけます。ロックして下絵は選択できないようにします。下絵のレイヤーをダブルクリックして、画像の表示濃度は 50% など薄くします。これで作業がしやすいですね。新規レイヤーで描画のレイヤーを作ります。まず輪郭を描こうかなと思うので、ここにはフェイスバックグラウンドという名前をつけます。今回は時短のためにペンツールを使わずのブラシツールを使っていこうと思います。太さはアットマークの右横のカッコで細くなり、その下のカッコムで太くなります。輪郭をざっと描きました。ペンツールで描いてないのでパスが閉じていません。下絵を非表示にしてみると、コマンド Y、 アートワークにして見るとつながっていませんよね。これで肌色を塗るとこのようにつながってないので穴ができてしまいます。この時非常に便利なのがシェーパーツールの下にある
連結ツールです。連結ツールを選択して、つながってないところをグリグリっとやります。するとつながりました。ここつながってないので連結ツールで、はい、つながりました。すごい。耳は顔の後ろに送ります。シフトコマンド、さっきのアットマークの横の括弧で背景、背面に送られます。下絵はちょっと上にあった方が分かりやすいですね。上に持ってきて一旦ロック解除して、その画像を透明で半透明にしますね。この方がレイヤーのダブルクリックして画像の表示濃度にするより、こっちの方が使い勝手はいいかなと思いました。下絵はロック、フェイス、バックグラウンドは以上です。次は髪の毛、前髪ではなくて後ろの髪の毛を描きます。新規レイヤーで、ここはヘアトップバックという名前をつけて、ここに髪を描きます。一旦下絵を非表示にして、連結ツールでこういう交差していらないようなところもあるんで、これをグリグリってやると綺麗につながります。すごいね、すごいですね、これね。丁寧に描けばそれに越したことはないんですけれども、イラストレーターに頑張ってもらってます。今こんな感じですかね。あとは手でやりましょう。自力で調節します。はい、フェイスバックグラウンドはちょっと邪魔なんでロックをかけました。それで手作業ですね。いいです、これでいいです。時短なんで、はい、これで髪の毛に色を塗ります。これここつながってないので、また連結で選択してつなげました。色を塗ります。髪の毛の色はもうグレー 80%。 はい、髪の毛が前に来たんでちょっと気になるんで、レイヤーをフェイスバックグラウンドの後ろに持っていきました。はい、次は前髪ですね。前髪のレイヤーを作ります。新規レイヤーでヘアトップフロント、下の髪はロックして、下絵を表示にして前髪を描きます。ブラシツール B ですね。ヘアトップフロントが輪郭の下にあって見えなかったんで、上にしてガチャガチャ、一旦下絵を非表示にして、他のレイヤーも邪魔なんで非表示にして、連結ツールでどこまでやってくれるか。指導も交えながら痩せたり頑張ってもらう感じです。はい、これで前髪のアウトライン作ったのですが、これ色をつけたいので、はい、するとつながってないし、いらない線はいらない、塗りだけが欲しいっていうパーツが前髪になるので、これはもう一個重ねます。一回コピーして非表示にします。この見えてるのは見えなくします。コマンド3で見えなくします。そしてコピーしたものをコマンド F でフロントにペーストしました。これをつなげます。線のなし、塗りだけのパスを作ろうと思います。ブラシツールでつなげます。はい、そして、穴が開いちゃっているので、ここは連結ではなくて、これを全部選択してオブジェクトのライブペイント作成を利用します。これでですね、シフト L でこの穴を選択できますので、これ開いたところを選択して塗りつぶします。 I でスポイトツールにしてクリック、すると穴が塗れました。これはつながってないところも塗る範囲を指定して塗ることができるっていうのがライブペイントです。あ、
それで、そうだ、さっき非表示にしたパスを忘れてました。コマンド3で非表示にした、見えなくしたものはオプションコントロール3で表示されます。するとこの色がちょっと三角ゾーンがありますよね。でコマンド3にしたのが下に行ってるので、一旦この塗ったやつを背面に送ります。シフトコマンド無の上の括弧で背面に行きました。次は右目です。新規レイヤーでライトアイとつけて OK。 下絵を上にして、下絵を表示にして、ライトアイのレイヤーに描いていきます。他のレイヤーはロックします。右はこっちか、こっちに描いていきましょう。黒にして、白目他を表示にして確認します。まつげは前面にしたいので白を背面に、背面にして塗りを白、はみ出しているところを調整します。白目は線はいらないですね。下絵を見ながら、これでいいです、もういいです。では次は目玉、目玉はですね、新規レイヤーで右目の目玉、ライトアイボール、ライトアイボールのレイヤーを作って、下絵を見ながらブラシツールで描きます。光ってるところは白、塗りを白、線なし、では眉毛を描きます。新規レイヤーで右の眉毛はライトアイブロウ、下絵を表示にしてブラシツールで描きます。黒、前髪がちょっと見えないかな、ヘアを非表示してハゲにして、ハゲで調節していきます。 OK。 で今描いた眉毛はですね、ここではノーマルにします。ライトアイブロウってしたんですけど、これは1個上の階層のお話で、この眉毛はノーマル。では次にですね、このノーマルをコピーします。レイヤーを選択した状態でノーマルを複製するとノーマルが2つできましたんで、複製したノーマルのコピーに別の名前をつけます。オーリーします。オーリードを選択してグループ化して、この眉毛を回転します。回転は R ですね。 R でちょっとハの字にしますね。ハの字にして悲しいという眉毛を作りました。では次はアングリー、オーリールを表示を消してノーマルを選択してノーマルを複製で、ノーマル複製されたノーマルのコピーにアングリーという名前をつけます。そして次は怒っている眉毛なので、目の中心あたりから眉毛を回転させます。この要領で左も作っていきます。ライトアイを複製して、ライトアイのコピーはレフトアイ、レフトアイを作って反転します。反転はリフレクトツールで顔の真ん中あたりでクリックして回転、回転ツールで微調整して位置も微調整します。次にライトアイボールを複製してレフトアイボールにします。これで一旦顔を見てみましょうかね。うん、
これあれですね、管理が大変です。大変だ。と右と左は対称じゃないぐらいがいいような気がしますね。で見てみましょうか。ウォーリーの顔を全部表示するとこんな感じか。ハの字にするとウォーリーですね。では瞬きしている目を作ります。ライトアイ、ボールではなくてライトアイを選択して、ライトアイを複製、そしてライトアイの複製されたレイヤーはライトブランクという名前をつけます。複製元は非表示にして、ライトアイボールは非表示にして、白目は削除して、このまつげをグループ化して、これをリフレクトで反転します。下絵も見ながら、大きすぎるなと思うので、縮小、拡大縮小は S で90ぐらいにして、で、はい、チョンってのはこっちがいいですかね。まつげなので、あとは鼻とか口ですね。こんな感じで体とか腕とかパーツをレイヤー分けして作成していきます。次の工程はフォルダー分けが必要になってきますが、それはまた別の動画で解説しますので、次の動画を楽しみにお待ちください。ありがとうございました。みぞうでした。またねー。